阪神は2日、中谷正広外野手、28、と、ソフトバンク、二保朝日投手、31、の、交換トレードが合意に達したことを発表した。13年目の二保は、今季1軍2度の先発で未勝利ながら、ウエスタンリーグでは11試合4勝1敗、防御率 2.57。昨季は初めて開幕ローテーション入りを果たすなど、先発として一定の実績を持つ上、15年には44試合、18年には35試合に登板するなど中継ぎでの経験も豊富で、柔軟な起用を見込める。チームは守護神、スアレスがリーグトップの23セーブを誇り、セットアッパーの岩崎もリーグ2位の21ホールド。安定感のある8、9回とは対照的に7回の男が固まっておらず、来週6日から控える今季初の9連戦前に戦力整備に手を打った。中谷は17年に133試合出場で自己最多20本塁打を放った一方で、外国人選手や佐藤明らの活躍もあって、11年目の今季は1軍出場がない。それでもまだ28歳とは書く、出番にさえ恵まれれば力を発揮できる能力は備えている。両選手の出場機会を求める思惑が両球団で一致した。中谷全国のタイガースファンの皆様、そして阪神タイガースに携わっていらっしゃる全ての関係者の皆様、これまでたくさんの応援をしていただきありがとうございました。入団してから11年間タイガースにお世話になり、本当に感謝の気持ちしかありません。福岡ソフトバンクホークスに移籍しても、成長し、元気な姿を一人でも多くの方に届けられるように、頑張っていきます。11年間、本当にありがとうございました。